CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日の神谷総平が聞くは熊野飛鳥娘の里代表の荒谷隆さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうも。CGS2 回目になりますけれども、前回は肩書きがですね、明治宮の武道館、死生館の館長ということ で、ね、はい、登場いただいたんですけれども、今回は肩書きが熊野飛鳥結びの里代表ということ で、はい、職名は親父っていうことです。職名親父と、館長から親父という、親しみやすい肩書きになれましたけれども、昨年の11月にですね、三重県の熊野の方に、移住されて、でこの活動を始められていると、お話の中でもそういったことも聞いていきたいんですが、今日はですね、先に最近この侍精神を復活せよという本を出されたということで、前段でですね、こちらの本について今日はちょっといろいろとお聞きしたいなと思ってますので、そちらの方から、よろしくお願いしたいと思います。でもこのタイトルがですね、侍精神を復活せよ、僕は人のこと言えなくてですね、大和魂に火をつけようという本を出していて、全然女性が手に取ってくれないと、いう感じなんですけれども、このタイトルはご自身で、僕も一緒で、このタイトルとこの写真だとですね、女性と普通の人はあまり手に取らないんで、で本当は並木さんの社長さんとですね、いろいろ交渉したんですが、僕は本当はこの副題の方ですね、空の下に共に生きる社会を作ろうという、そういう趣旨の内容なんですよ、だからそっちをテーマにしてもらえませんかってことだったんですけど、やっぱり、営業方針から、この勇ましい方がいいということでこれになったんですね。そうですね。なんかね、こう侍精神って書いてあるから、そういう武道か、そういう本かなと、もちろん武道のことも書かれてはいるんですけれども、全部通して読んでいくと、我々一人一人の生き方について、書かれた本だというふうに私は取ったんですが、これどういったこう思いでこれをまとめようと思われたんでしょうか。僕はこれ結構ですね、もう3、4年温めてたやつ、内容なんですよね。それで、前職の時にはちょっと出すタイミングがなくて、それで、今回結びの里を開設するにあたって、このタイミングでちょっと、世の人に見てもらおうと思いましてね、これは僕の中ではですね、ポストグローバル資本主義の次の社会をどういうものにしていこうかという一つの、提案なんですよね、だから結構テーマは大きいものです。大きいですね、でそれを、冒頭の章のところでも書いてるんですけども、どうも戦後はとにかく右の人も左の人もね、どっかからこうコピーしてきたその考えをお互いに主張し合って、で日本人の自立した意見っていうのがほとんどこう世の中に現れてこないと、でも実際にはその僕ずっと武道を通じて国際交流していますと、世界の人たちは結構日本の文化の中に実はそのポストグローバル資本主義 の、 そのトリガーになる非常に素晴らしいアイデアを持ってんじゃないかっていうことを、随分と議論しまして、だから僕はあの日本の文化こそ最高なんだっていうつもりは全くないんですけども、日本人としてそういう自分たちの文化についてまずよく理解をした上で、その中で本来その僕たちが作りたいと思っている社会っていうのはどういうものなのかというものを一つこう提示してみたんですね。全体的にはですから、そういった趣旨の内容が書いてあります。本当に、侍精神っていうことでもなくて、日本精神っていう言い方の方が僕はスッとくるなというふうに思いながら読ませていただいたんですけど、日本のそういう神様に対する、古事記に書いてあるような、そういう日本の精神性みたいなところから始まり、でご自身がこう武道でこう培われてきた経験則みたいなものも書かれてあってですね、僕もそれなりに勉強してる方なので、すごくこうストンと落ちるところがたくさんあって、折り目つけたり線引いたりしながら読ませていただいたんですけれども、僕も同じかのようなことを考えてまして、こういう、日本的な考え方とか、かつて日本人が大事にしてきてたものっていうのが本当に今みんな
のベースとして持ってないので、うんうん、なかなか言葉だけで伝わらないなと思って、ね、あのちょっともどかしい思いもしながら読ませていただいたんですけれども、ね、僕はまあこの本の一番冒頭の最初の章は問題意識、はい、僕の問題意識、はい、で今実際の社会のその問題というものはどういうものの体があるのかということを、うん、一応こうさらってみて、はい、でそれは一体どこから来るのかと、うん、その原因はですね、はい、で、まあ、2章では神道とか、はい、まあ、そういう日本の古い文化の話をしてるんですけども、うん、僕はあの例えば、神話っていうともう本当今あのふんなんて感じでね、うん、あの見向きもしない人多いんですけども、はい、でも神話っていうのはあのよく考えますとその古代っていうか昔の人は多分僕らよりも真剣に、はい、宇宙はどうなってんだとか、うん、人間はなぜ生まれてくるのかとか社会はどうあるんだろうということを真剣に考えたと思うんですね、はい、でそれのまあ一つの答えというか、イメージといいますかそういうものをそれぞれの民族神話として形成したと思うんですけども意外とそのイメージっていうのはずっとそのそれぞれの民族のなんていうんですかね思想的な文化基盤になってると思ってるんですね、はい、ですからあのユダヤ教の神様の概念っていうのはそのままキリスト教イスラム教にこう共有していくわけですけども、はい、その宗教として見た場合は対立もあるんですけどもその本質的な考えっていうそのゴッドっていうあの神様の存在とどうやってその世界ができてきたかこれは多分近代現代史の思想そのまま、うん、僕はそのものをあの彼らはその引きずってると思ってるんですね、はい、まあ大きく言うとまあ二元論的なものとかそれから絶対的なその創造者というものとそれに服従するという立場の人間という構造を持ってるんですけども日本の神話の場合は一つの神様というものの中からいろんなものが生まれてくるとその神様も自ら生まれてくるという、うん、だそういうことを考えますと日本人の文化っていうのは一元論なんですね、はい、だから神羅万象一つであるという、うん、一体であるというそういう神の概念宇宙の概念というものをスタートにしているんで我々があの和の文化とこう言っているものの多分一番基盤になっているのがそういう宇宙観とか自然観、はい、うん、基本的に全部一緒なんだっていうね、はい、だここが非常に日本人のその文化の基盤になってるんですよね、うん、だそこをこうモヤモヤっとした状態でなんか日本って和を大切にするねとこう思ってる人は、うん、ぜひちょっとあのこの本を読んでね、うん、それはどういうその仕組みになってるのかというあたりをちょっと、はい見てもらいたいんですよね、はい、うん、であの今日初めてこの荒谷さんのお話を聞かれるっていう方もいらっしゃるかと思うんですけども荒谷さんもともと陸上自衛官 で、うん、そうですね、まあ、いろんな特殊部隊を組まれたりしていた、うんうん、で海外にも行かれて、うん、もう海外の軍人の方とも交流されていて、うん、 ね、それであのやっぱり今お話しいただいたような、日本人とは何かっていうところが、うん、結構大事なポイントで、うん、そこがないと結局ね、その国防だなんだかんだ言っても、うん、あの意味がないんじゃないかというようなところがやっぱり書かれてるのすごく僕説得力があったんですけど、少しそこのところもお聞かせいただけませんか。僕がこういう例えば神話の話をしたりするとね、はい、まあ、政治に関心ある人は、まあ、ほとんど、まあ、見向きもしないというか、はい、何を言ってんだあいつはというね、うん、だから新しいカルト集団でも作る気がないってこういうことを言うんだけど、はい、国際政治というのは日本ではね経済とか、はい、うん、うん、そう金融とかそういうものをそのという視点からこう見るんですよね、はい、で確かに経済とか金融っていうのは非常に重要なんだけれども、うん、実際の国際政治っていうのはその目的のために軍事力も行使されますし、はい、安全保障というのもその経済的な競争の担保としてあるいは手段としてその防衛安全保障問題というのが常にこう一体になっているわけですね、はい、うん、でその国防とか安全保障 の、 その現場を見ると、はい、うん、つまりその経済的なその理論 理念というのが具体的にはどういうふうにあの国際政治に出てくるかというのは非常によく見えてきまして、
で僕はそのたまたま陸上自衛隊の中でも得意な経験があるのは特殊作戦の分野に、はい、従事したということで、特殊作戦というのは、まあ、大きく2つありまして、まあ、映画なんかで よく見るようなあのアタックとか、はい、そういうあの人質救出みたいな、うん、まあ、これはあのダイレクトアクションっていうんですけども、はい、これはかなりもう古典的なまあ、スペシャルオペレーションの一つの分野でありますけど、はい、でも一般的に皆さんそっちをイメージしますよね。そうそう、はい、うん、でも今現代のスペシャルオペレーションというのはアンコンベンショナルワフェアという、うん、非通常戦という分野、はい、でこれは何かというと例えば市場をマーケットを広げるためにどうしてもその生態が、その市場を妨害していると、はい、まあ、そういうケースの場合はその生態を転覆させて新しい生態の国に作り変えて市場を拡大しようとか、それから一旦市場に組み込んだその政府が非常に国民の人気が悪くてこのままだと生態が変わってしまうと、そういう時にまあそれを阻止するとかという非常に政治的なオペレーション、これをアンコンベンショナルワーフェアって言うんですよね。で僕がまあその従事してきたっていうかやってきたのがまさにそのアンコンベンショナルワーフェア、はい、その非通常戦の世界を見ていくと、つまりその市場原理とか、はい、グローバル資本主義というのは具体的にはどういう手段を持って、うん、その、そのマーケティングを拡張していくかというのがよく見えてきました、はい、うんうんうん、そうしますとね、どうもつまり一つの原理で一つの価値観で、あるいは勝者のその原理で世界を一つのルール化していこうという、はい、そういう姿が如実に見えてきまして、うん、はい、これは本当に世界の人にとって幸せかというと僕はそうは思わないし、はい、日本人の感覚から言ったら全く正反対ですね、はい、やはり、みんなで一緒に生きていこうというそういう文化を僕らは非常に大事だと思ってますから、僕はまあだからそういうその今の社会の傾向というものをやっぱり一回ちゃんと見直すべき時期はもう本当はだいぶ過ぎてる感じがするんですけども、でも日本人はまだちょっとそこの認識がちょっと希薄な感じがしますから、まあそこをよく理解して、つまり国際政治の現実というものを僕はその軍事という立場から眺めてきましたけども、そこからも僕はこういうもう一回そのかなり古い神話のところまで振り返ったその文化の視点というかそういうものを見てみるべきだろうというのが今の僕の考えなんですね、はい、うん、本当にここは今日のポイントだなと私も思うんですけれども、うん、まあ、僕みたいな邪界の者が言うのもおこがましいんですけれども、CGS というのを6年やってまして、うんうんうん、僕も神話をやったり、うんうんうん、そういうちょっとスピリチュアルなことをやったり、うんうん、いろいろやるんですけど、でも僕はもともと政治家で政治のことを一度考えてるんです実は、うんうんうん、けれどもただ目先のなんかこう、うんうん、TPP がどうだとか増税がどうだとか、うんうん、いやそれも大事なんですよ、うんうん、大事なんだけどもそれってもうなんか作られたルールの上の、うんうん、用意された土俵の上でやってるようなもんで、そうじゃない根本の部分が明治維新以降ですね、うんうん、相当崩されてると、うんうんうん、だからそこからもう一回考え直していかないと、我が国のですね、その国体とかですね、うんうんうん、その我々の精神性とか、うんうん、そういったものが取り戻せないし、うんうん、それがないと結局みんなが幸せにならないから、そこをみんなで考えたいなと思ってこの番組をやってきたんですね、うん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 、ですから今のその新谷さんのお話っていうのはすごく僕としては勇気づけられることで、やっぱりそのまあ、自衛隊というところの、うんうんうん、まあ、本当に最先端でやってこられた方が、うんうん、似たようなことをですね、おっしゃってくださってるっていうことは本当に勇気づけられるところでそういった意味でもこの本を僕は今日ぜひ紹介していただきたいなと思ったのは、うんうん、そこでまあ、非常に遠大な話なのでなかなかつなげて一言で言うのが難しいところなんですけれども、結局これからの我々の生き方を考えていくときに、うん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 、結構こうもうちょっとね、うんうん、俯瞰して物事を見ないと、そうですね、政治を考えるよりも政治だけをやっちゃダメで、うんうん、ましてや僕ら政治に関わる人間が選挙のことばっかり見てたら何も変わらないというか、そうずっと同じところでそうこう、ね、回っていくような、うんうん、そういう社会になりそうなので、うんうん、一度こういった本を読んでいただいて、こう日本を俯瞰するというか、歴史を見つめるというか、そういったことを書かれてるんだなと思って見てたんですが、そうですね、どうしても
つまりあの今あるその仕組みといいますか社会の構造というものの中で、だけ考えていきますと、うん、その構造の枠組みから出ることはできないんですよね、はい、だからおっしゃるようにその今のいわゆる戦後憲法の中の仕組みの中で、選挙でどなたが、まあ、はっきり言って、総理大臣になっても、はい、まあ、変わらない、うん、その厳しいそのゾーンがあるわけですよね、はい、だからそのなんていうんですかね、レッドラインを超えるともうちょっと今の仕組みの中では多分その役職を務められない、はい、だから逆になんて言うんでしょうね、そういうものに期待しすぎてるというか、はい、うん、で今ある制度の中で誰か何かやってくれるんじゃないかという国民の精神が、はい、基本的に日本の今の停滞感を生んでると言いますか、うん、はい、だから僕はやっぱり改めて国民一人一人が、まず自分から、はい、その自分が正しいと思う社会のありようというものを具現できるような、はい、うんうん、あのちょっとまず自覚を持っていかなきゃいけない、はい、でそのためには自分自身がどうやって生きるか、そのベースをどこに求めるか、うん、で日本という国なんだから、日本に生まれてるんだから、まあ、ちゃんと日本の歴史をまず学んでみようと、はい、でそこで、一人一人がその日本を実践するというところに初めて日本というものの、その価値とか、そういうものが見えてくる。僕は特にその自衛官に言うんだけれども、日本というものをそのなんか説明してみろと言った時に何も説明できない。つまり日本というものをその具体的には何もその理解もしてないし、ましてや体現もできないと、はい、で何を守ろうとしてんだいと、うん、つまり意識の中にもない、はい、それから具現もできない、はい、じゃあ一体何を守るんだと。で教科書で習った主権だ領土だ、国民だという、それは近代にその西洋特にイギリスなんかが自分の国の領域を拡張するための、はい、その正当性を得るために作った、概念ですよね、はい、つまり人の国の領土を自分の国にする、人の国の国民を自分のその国民にするということを正当化するためにその作った概念であって、全然その日本の文化とも何も関係ないし、はい、そんなあの概念を守ったところで日本という国が守られるわけでも何でもないわけですよね、うん、だからやはりあの今の仕組みに依存しすぎている、まず自分を改めてもらいたい、はい、うん、そこがスタートラインだと思います、はい、うん、ありがとうございます。いやあのそれで、まあ、こちら あの本で思想もお伝えになられて、うん、でおっしゃったこう具現化、うん、やっぱり自分たちで実践していかないといけないということで、まあ、今日肩書き紹介していた、うん、熊野飛鳥結びの里というのを作られているということなの で、うん、次回は実践されている、はい、そっちらの結びの里のお話を中心に、ちょっとあの具体的にじゃあっていう話で聞かせていただきたいと思います、はいはい、今日どうもありがとうございました。